こんにちは。こんにちは。渡辺です。美咲です。はい、ということで美咲さん、今日はね、最近なんですけど、はい、まあ、お客様でも自分の周りでも、まあ、僕でもそうなんですけど、はい、やっぱね、抜け毛がちょっと気になるんですよ、はい、頭皮のトラブルとか、はい、まあ、そういったこともね、お客様から結構聞いたりもするんですけど、うん、実際美咲さんも、まあ、お客様だったりとか自分とかどうですか？そうですね、お客様も結構最近はよく聞くんですけど、うん、私も、うん、まあ、季節の変わり目とか、うん、やっぱり一気にこう抜ける時もあります。ちょっとびっくりする時あるよね。だから本当季節の変わり目結構ね、抜けたりとか、はい、特に今冬の時期とかだったらね、はい、痒くなったりとかね、頭皮のトラブル結構多いかなと思うんですけど、はい、まあ、原因としては生活だったりとか食べ物だったりとか、はい、でもあると思うんですけど、やっぱシャンプー合ってないんちゃうかみたいなって結構多いじゃないですか、ね、例えばですけど、自分に合ってないちょっと洗浄力強めのやつを使ってたりとかすると、うん、そういった頭皮のトラブルだったり抜け毛の原因になりがちだと思うので、今日はね、そういったところをちょっと ご紹介できればなと思っております。はい、それで、はい、今日は口コミとかで今めちゃくちゃ話題のシャンプー、はい、こちらドクターフォーヘアさんのフォリゲンシャンプーシリーズがあるんですよね。ちょっとそれを今日はご紹介していきたいと思います。で、こちらのね、ドクターフォーヘアさんのね、ヘアケアシリーズは健康な毛髪だったりとかね、頭皮をね、こう目指したグローバルな機能性を持ったヘアケアブランドになってるんです。なので、頭皮に優しいエキスだったりとかを使用してます。ちょっと安心ですよね、頭皮をね、健康な状態に保ったりとか、あとはめちゃくちゃ厳しい基準をクリアしてるんで、本当にね、どなたでも安心して使えるヘアケアブランドとして今めちゃくちゃ人気なんですよ。そして主な効果としては4つあります。まずは1つ目は頭皮の角質の減少、2つ目、頭皮の皮脂の減少、3つ目、頭皮の弾力がアップします。4つ目、新しくね、生えてきた髪の毛ってあるじゃないですか、あれのボリュームアップなので、髪の毛がふんわりしやすくなる、この4つがあります、はい、ちょっとここで聞いたらめちゃくちゃちょっと楽しみになってきますよね。楽しみですね、はい、なので実際今から僕と美咲さんの髪の毛で試していきます、はい、それではやっていきましょう。早速じゃあ鳴らしていきまして、はい、ではやりましょうか。はい、はい、じゃあシャンプーをね、美咲さん結構毛多いから、はい、でも一回ワンプッシュでいってみましょうか、うん、でも結構出るよね、いいね、こんな感じで、なんかシャンプーっぽく見えない、見えないですよね、はい、僕もワンプッシュ、ワンプッシュ半でしょで、根元からしっかりとつけていきましょう、はい、なんかすげー泡立ってくるね、めっちゃ、全然ぐらい結構あんなミルク状なのに、ね、泡立ちがいいっていうのはやっぱちょっと嬉しいよね、結構ね、しかもなんかちょっとふわふわの泡で、泡がね、なんか柔らかいし、うん、なんか本当にめちゃくちゃ優しそう、はい、これね、こう健やかな頭皮を保つためにこう隅々までちょっと全部やっちゃった方がいいんだけど、はい、毛根ありやから、はい、毛根のね、2500分の1ぐらいのナノレベルの分子、ポリゲンコンプレックスっていうものがあって、はい、それがね、頭皮へね、どういう影響があるかっていうとね、こう吸収力を結構高めてくれるらしいんですよ、はい、だから毛髪を生えやすいような環境にしてくれるっていう効果があるね、嬉しい、そう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 、で、まあ、頭皮の角質をね、これで減少させたりとか、はい、あとは皮脂も減少させて、はい、で新しく伸びた髪の毛のボリュームアップというか、そういうのも、やってくれるっていう効果があります。匂いもね、なんかそんなになんかきつい匂いじゃないから、うん、うん、鼻ついたかな、優しい感じの本当に匂いです、はい、で、多分まあ頭皮こう全体的にね、お客さん結構、あ、もうすっげえな泡がまたすごいわ、ワンプッシュ半しかしてないね、美咲さん結構髪の毛多いんですよ、はい、多いけど結構出るから、普段全然泡立ち悪い方です、泡立ち悪い方とかにも結構いいと思います。でやっぱこういったね、分子がね、やっぱり細かい分で浸透力を上げてくれるんで、しっかりとこれ優しく頭皮になじませて流しちゃいましょうか、はい、はい、じゃあ一回流しちゃいます、はい、ということで流してきてね、トリートメントもつけた方がいいかなと思うので、はい、ポリゲントリートメント、はい、これは髪の毛だけじゃなくて、もう毛髪根元からつける、ダイレクトにつけちゃっていいんで、みたいながっついちゃいます、
怖い。これなんかチューブタイプだからこんな感じでいらっしゃる。根元と、まあ、こう毛髪につけてなじましていくっていう感じ、はい、こうやってソフトクリームみたいな感じで置いてで、もうなんか頭皮になじませてっていう感じ。なんかスパするときのクリーム。あ、そうや、まさにな。でもさ、やっぱこうやってあの頭皮につけれるってなかなかないやん。ないです。だいたい全部つけたらダメなんですよ、はい、つけるとやっぱりね、あのトリートメントだったりとかって結構吸着する力が強かったりもするからね、うん、あんま良くないって言ったりするんですけど、これつけれるから結構安心で、軽くだけね、こう全体的になじませて、だこれもだから頭皮やろ、で髪の毛やろ、でボリュームアップの3つの方があって、特にボリュームアップが結構ねいいらしいです。なんかこう新しく生えてくる髪の毛、確かにね抜け毛ね。ということで、じゃあホリゲントリートメントを1回流していきます、はい、流してきちゃいました。トリートメントもつけてちょっとやっぱスッとすんのかな。でやっぱり指通りは結構いいっすよね。感じです。うん、ほんと僕、うん、たまたまかもしれないですけど抜け毛なかったですで次にポリゲントニックを使っていきます。もうスプレータイプ、まあ、もう本当にもう必要なところ根元にシュッシュッシュッとこうで全体的につけてあげる。でシャンプーしたところに、まあ、した後ねつけてもらって、まあ、なじましていくと、かけるだけで症状の緩和、油分と水分のバランスを整えてくれる、はい、シャンプーだけじゃねやっぱりこう足りない栄養分もあるんで、それをしっかりと補給してくれるっていうのはトニックの役目です。ちょっとスッとしますもんね、ベタつかないで、やっぱねこう油っぽくないんで、結構ねサラッとした感じで仕上がるんじゃないかなと思います。で毎日やっぱりね使うことに結構意味があるんで、はい、で毎日使用できるっていうのがポイントです。じゃあ早速ねこれでちょっと髪の毛どうなってるか乾かしていきます。はい、ということでね乾かしてみたんですけど、はい、シャンプーとトニック、まあ、トリートメントも今日ちょっと使ったんですけど、はい、印象的なのはシャンプーめちゃくちゃ泡立ちいいじゃないですか、はい、ちょっとスーッとするのがなんか気持ちがいい感じの泡立ちでしたね、はいはい、シャンプーしてる時も僕引っかかったりするんですよ、毛先こうやった時に洗ってる時とか、それがないからやっぱりなんか成分的にもすごく優しいものを使われてるのかなっていう感じの印象がありました、はい、なんかありました。とにかく泡立ちです、うん、あ、一緒ですね。私自分自身の髪の毛がもともと泡立ちにくい、うんうん、泡立てるの結構難しくて、うん、でもこのシャンプーだと本当にちょっとの水分だけでもふわふわのもちもちの泡がなったのね、だってね、ちょっとびっくりしました。ちょっとこう成分をこうこだわってるやつってなんかちょっと泡立ちにくかったりするけど、こだわってて泡立ちにやったら結構皆さん使いやすい。でトリートメントももう根元からダイレクトいったじゃないですか、結構驚きじゃないですか、美容師側的に言うと嘘やんっていう感じだったんですけど、でもね本当になんか ベタつきもなく頭皮がねいい感じかなって。で流した時もね、まあ、お互いでちょっと流してたんですけど、ちょっとやっぱ指通りも良かったしね、めちゃくちゃいいかなっていう感じがしました。トニックこう全体的につけるじゃないですか、なんかスキッとするというかスッとするよね。つけた感じもなんかベタつかないで自然な感じになるんで、結構個人的にはいいのかなって。さらっとつけれるからちょっとねベタつきが気になる方だったりとかにもおすすめかなと思います。もちろんね乾燥だったりとか気になる方もつけてもらったらね潤うかなと思います。実際にやっぱこれ韓国でめちゃくちゃホリゲンシャンプーって売れてるらしくて、1700万個韓国で販売されてる。すごいやん。韓国でね有名なドラッグストアのオリーブヤングっていうところのドラッグストアがあるんですけど、そこの2020年2021年の2年連続でシャンプーアワードの部門を2年連続1位取ってるんですよ。一回使ったらこれ癖になるなって感じがちょっとあるよね、はい、あとは使用後のレビューも20万レビュー以上あるらしい。そのぐらいのね信頼できるシャンプーかなと思って、僕もちょっと気に入ってます。シャンプーとねトリートメント、あとトニック使ったんですけど、やっぱりねシャンプーだけじゃ落とせないやつとか、ね、昔からやっぱ毛穴に詰まってる汚れだったりとか角質でなかなか取れなかったりするんですけど、そういった時のね他の商品でもこのシーソルトっていうのがあって、いわゆるこう頭皮スケールって言われるものなんですけど、残ってる頭皮の汚れだったりとか、まあ、いろんな角質をこれで取ってくれます。でシーソルトなんで塩です。塩が入ってて、はい、でつける時ももうほんと簡単で、このまま出てきちゃうから塩これをもうダイレクトにつけてもらう。もちろんシャンプー後に使ってもらっても全然大丈夫なんですけど、シャンプー代わりに
週に 2,3 回使ってもらうとより頭皮の環境が良くなります、っていうのがシーソルト。これでね、言ったら頭皮の汚れだったりとか、まあ結構、いいような状態に持っていってくれるので、その後にはスカルプパックっていうのがあって、まあ、これも同様にこれで、まあ、保湿だったり保護だったりとかをしてくれるっていう効果があるので、まあ両方ね使ってあげても、シーソルト使ってその後に、スカルプパック使ってあげるとよりね反響が良くなるかなと思います。これだけでもすごくボリューム出るような感じになって、おすすめかなと思います。でね、このシーソルトとねスカルプパックのおすすめの方は、髪の毛のパサつきが気になる、頭皮は油ちょっとベタつくのに髪の毛を乾燥する、まあ、よくあるよね、方だったりとか、あとはね抜け毛の進みが気になる方、最後にね天然の原料でケアしたい方、だからまあ余分なものだったり化学薬品っていうかな、まあ、ああいったものが、余分なものが入ってないものがね、好きな方に関しては結構おすすめです。ではね、ドクター・フォー・ヘアさんのポリゲンヘアケアシリーズご紹介させていただきました。気になる方はね、YouTube の概要欄にリンクを貼ってますので、よかったらそちらから購入してください。今日もね、最後までご視聴いただいてありがとうございました。ありがとうございます。皆さんが綺麗で可愛くなれるような情報だったりとか、また動画作っていきますので、今後ともよろしくお願いします。お願いします。この動画がよかったら、グッドボタンとチャンネル登録とコメントもよろしくお願いします。お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。